だけど、著作権を主張する方には、ちゃんと敬意を表して使わないようにしてますが、ちょっと間違うことあるんでね。縄文時代の日本の集落の状態ですね。本当にこうだったと思われるんですよ。何しろ、奴隷のいない国って日本だけですからね。僕なんか奴隷見ると嫌な気分がするんですよ。なんで人間をこんな風にしなきゃいけないんだ。だけども、下に貼ったね、奴隷の図っていうのは、これも有名な図ですけど、まあ、いくらでもあるんです。もっと残虐なのありますね。まあ、奴隷だから平気で殺してるとか、そういうのもありますね。だけどまあ、このくらいが普通かなと思ってですね、これは使いました。私はね、もう、この奴隷の図とかこういうの見てられないんですよ。なんだ、この刀を持ったね、威張り腐った男がね。だけど今の、ちょっと会社もね、こんな感じですよ。日本の会社はね、昔は従業員のためだったんです。だから縄文時代みたいな会社だったんです。ところが、最近ではね、株主のもんだなんつってるアホがいるんですよ。いや、今の商法が間違ってて、ヨーロッパ文明を元に作ったから、日本の会社が現在はちょっとだけ、期間ね、みんながヨーロッパかぶれしてる期間だけは株主のものなんつってますけど、やがて日本の会社は従業員のためになりますと思いますね。ですから私はね、能力に応じて仕事が変わるのはいいと思うんですね。能力のある人が首相になり、国を左右していくとかね、能力のある人がオリンピックに出るとか、こういうのはいいと思います。それから学力がある人が大学の先生になる、これもいいと思いますね。その方がスムースにきますから。ただ給料は基本的には同じっていうのが僕の感じなんですよ。食べるものとかね、着るものとか、住むところとか、それは別に国民みんな一緒でいいんじゃないかと思うんですよね。この縄文時代の生活はおそらくそうだったと思うんですよ。まあ、この頃貨幣ってのありませんからね。みんなで仕事をして、この仕事でも、仕事の早い人と仕事の遅い人と覚えの悪い人と、それからなんか体が故障しててあんまり仕事がみんなとできない人っていたと思いますよ。だけど多分食べるものはね、一緒に食べ、寝るところもほぼ同じところで寝ていたと思います。まあ人間のことですから内部で差別があったりいろいろするでしょうけどね。まあ基本的には、まあ、この二つの文明大きく違うと思うんですね。日本文明は人による能力の差は認めると。それによって、この仕事の内容は違う。だけども、生活とか食べ物とか、まあ、そういうものは基本的には同じである。だけどあんまりそうするとね、人間の努力っていうのがあるから、まあ、倍ぐらいはつけていいでしょうね。まあ、普通に働いてる、まあ、人が500万円なら、社長が1000万円。で、これが上限。社長とか首相とか、ね。こういう偉い人が、偉くないんですよ。これ偉くない。こんなこと言っちゃいけないんですけど。1000万円ぐらいの差があるとね、やっぱり人間は少しの楽しみが必要ですね。まあ、僕なんかもギャンブル好きなんですけど、やっぱりギャンブルの面白さってのは、やっぱり、一か八かとかね。ちょっとこうお金が入ったら嬉しくなってビールでも飲もうか。こういうことになるのが人間の潤いでもあるんでね。あんまり硬いことを極端にやりますといけませんが。まあ、収入は僕は倍ぐらいはいいかなと思いますけど。能力がないからお前は貧弱な生活をしろ。それが高じて、高齢者はもう役に立たないんだから集団自決しろ。こういうふうになっちゃうんですよ。どういう心を持ってるんですかね。僕はね、ちょっと自分の、だから、これはね、心の持ち方ですから、人によって違っていいんですよ。また僕のコメント欄に、武田は何言ってんだなんて言わないでくださいね。っていうのは、僕は、あらゆる日本人が同じく見えるんですよ。やっぱり病気してたらかわいそうに思うしですね。元気で走り回ってる男の子を見たらいいなと思うし、別にお母さん見たら、ああ、随分苦労されて立派だなとこう思うと。これ、僕の精神状態がいつできたか分かりませんけどね。そういう精神状態なんですからしょうがないんですよ。だけど、もしかすると、アメリカの大学教授みたいな、大学教授かなんか知りませんか、もっと若いからまた教授じゃないかもしれませんけどね。先生みたいに、高齢者はもう役に立たないんだから死ねとかね。まあ僕のところに、年取りは死ねって言ってきた人随分いるんですよ。どうやって死ぬのって僕聞きたくなっちゃうんですよ。お腹切ったってね、結構大事。いや、自殺用のね、楽に死ねる毒物が売られてるわけではないし、第一、役に立たないから死ねっていうのは、どういう心境なんですかね。自分が偉いと思ってるんですかね。多分そうでしょうね。だけど、まあ僕なんかはね、比較的恵まれておりまして、で、すまないなとは思ってます。まあ少し生活の苦しそうな人とかね。まあ僕は体はまあ昔ものすごく弱かったんで、その体の弱いやつはわかるんですけど、
ものすごく貧困で今日食べるのも困るっていう経験はないんですよね。その点は誠に申し訳ないと思ってますが、まあそれはしょうがないですね。そういうふうに生まれてしまったんで。だからまあ、私はね、人間の価値についての二つの文明を考えると、少子高齢化の問題はですね、高齢者も人間で同じだと、全く同じだと思いますね。その人が働ける、働けないとか、世の中に貢献してる人ったら、お金を過剰に取っている、1億とか取ってる社長って役に立ってないですよ。本人たちが、本人がいいだけのことですから。ねえ。だから役に立てないって言うと1億円もお金もらってる社長の方が意味がないでしょうね、おそらく。と思いますよ。まあまあ、今日はこのことはもう絶対に私はもうこれ、一見じゃないんですよ。私の気持ちなんですよね。ですから、私のブログをご覧になる方はね、もう武田はしょうがないと。ね。武田は能力の差は人間にあるから、役割は変わってもいいけども、生活、生きること自体は全く全員が同じだっていう、固くそう思ってると。思ってたよね。あ、それがもう自分と絶対違うっていうんであればですね。まあまあ、ブログってのは読まなければ読まないで済みますから。あそこのところはお許しいただくと、私ね、奴隷がいいってとても言えないんですよ。老人は死ねってとっても思えないんですよ。思えないんだからしょうがないんですよ。それからね、あの子供でね、ちょっと体が弱く生まれた子供はもう死ねなんてとても言えないですよ。ええー、いやまあ、かわいそうになぁと。まあ、頑張ってみんなで助けてあげたいとは思います。そういうね。死ねとかそんなことはもうとても言えないですね。私はそういう性格なんで、それは認めていただきたいと思います。それでは。